来ました。恐竜博物館というところに来ました。お土産取りに来ました。ご当地です。恐竜博物館の恐竜の絵がこんなに近くやとこんだけでかいっていうね、そこがまた迫力ありますが、実際にここに恐竜いるんですよね。ほらすごくないですか。こういうところでしたね。で、前回ここに入れなかったんですよ。博物館なんで入れなかった動画も面白いんでちょっと見てほしいなと思うんですけど、後ろにナウマンポーグっていうのもいて、もうマンモスかな、だからすごい恐竜感が漂ってカオスな状態で、森の中がすごいことになってて、森の中にマーニャとギガデーモもいるというすごいカオスな状態になってます。ここじゃあ受注していきたいと思います。書きもしたらし今回は完璧。そしてこの動画もダイナソーの街、そうやってダイナソーって言うんですよね。俺恐竜こそがドラゴンクエストやって言おうとしたけど、英語でドラゴンって竜やでの恐竜ではないというね、そこもまた面白いんですけど、この動画を見た後にこのお土産欲しい人はなんかお土産ください。そしたらその人に公開するという仕組みになってます。よろしくお願いします。近くにダイナソーの街がどういうんですか。ここちゃんといつも見てないんで、なんか恥ずかしいで、今も恥ずかしいんやけど、実際でも休みの日に来たらもっと子供たちがいっぱいいるでさ。ちなみにここは福井県の恐竜博物館ですけど、福井駅とは全然違うところにあるんですが、福井駅にも恐竜がいます。そのぐらいあやかってます僕たち。行ってみましょう。どこでもって、これどこでもじゃないときつくね。あ、これ行けっかな、こんなところ俺歩いて。ちょっとやってみようか。169m、 俺こんなとこ歩けるんけ。これこれちょっとさすがに動画別にして足すわ。恥ずかしいね、ちょっと。結構観光客がいらっしゃいますから。じゃあ一旦ここで解散。こんなとこに家建てるなやって朝倉親戚の時もやってたんやけど、すげえ人が建てるでさ、そういうところは。中も覗いてみたいなとは思いますけど、あとで。よし、ちょっと待ってよ。歩けるかなあ、歩けるか。あ、でも人めっちゃいる。一回閉じますね。来ました、やっていきます。ダイナソーの町、恐竜の化石が発掘されたことで有名だ。ちゃんと下調べしてあるよね。さっき前恐竜もその場所に GPS のポイント置かれてたしさ、緯度経度ちゃんと下調べをしてるよね、ドラクエの人って。すごいことやと思います。よっしゃ、これ楽しみやな。ちょっとどんなやったっけ。何もらえる。恐竜の化石スライム何でもスライム関係ねえやん。スライム残らんやろ、そんなの骨しか残らんのに。あんな一番最初に残らん部分やわ。じゃあこれ欲しい人連絡ください。連絡じゃなくてお土産ください。買います。このために俺は前回課金してますから。5人、先着5名にあげます。しかもね、ここって結構観光地やで、もしかしたら皆さん来る場所かもしれないんですけど、だからこの、ね、福井県出身としてここ最後に観光案内をさせていただいて、こんなとこですよっていう。お土産35個。あそこにも恐竜いますし、あそこのあっち側にも先ほどお見せした恐竜いますし、恐竜だらけです。失礼いたします。